児玉靖は、愛媛県西予市出身の元プロ野球選手。ポジションは投手。1954年から1957年までは、九国対松山商業高校では、エースピッチャーとして活躍。2年生の時、1952年夏の甲子園に出場。佃高、鳴門高を下し、準々決勝に進むが、八尾高の木村保と投げ合い完封負けを喫する。一年上のチームメイトに三塁手の佐野陽介がいた。翌1953年の夏の甲子園にも連続出場。準決勝までの試合は全試合一人で投げ、すべて完封勝利で決勝進出。決勝は同じ四国の土佐港と対戦し、試合は9回を終わって2-2で延長戦となり、延長13回表に松山商業が1点を入れ、優勝を決めた。この試合もたった一人で13回を投げ切っている。高校同期に二塁手の小川茂、中堅手の菅野俊彦、一年下には一塁手の千葉英二がおり、いずれも中日ドラゴンズに入団している。1954年に中日ドラゴンズへ入団。同年から先発陣に入り、杉下茂、石川勝彦、徳永菊夫らと共に、中日初のリーグ優勝に貢献。西鉄ライオンズとの日本シリーズでも1試合に登板した。1959年には45試合に登板し、20勝11敗と素晴らしい記録を残している。その後は故障もあって不調が続き、1962年に近鉄バファローズに移籍、同年限りで引退した。本当の姓は児玉だが、松山商業に進学したかったため、九国科に野球養子として入ったので姓が九国になった。その後、1958年から姓を児玉に戻している。中日時代の1957年7月31日の対太陽ホエールズのダブルヘッダーでは、第1試合に完投勝利を収め、球場内の風呂に入っていたところ、天地主日監督が、第2試合の先発投手の欄に、別の投手の名前を書くつもりが、勘違いから、メンバー表に、児玉の名を書いて提出してしまった。場内放送でも案内されたために訂正が効かず、急遽風呂から出されて、ユニフォームに着替え、先頭打者を4球で打ち取って、ようやくマウンドを降りることができた。また、中日時代の1958年10月9日の対広島カープ戦では9回を投げて無安打無得点試合であったが、味方の援護がなく試合が延長にもつれ込み、11回表西まで無安打を続けたが、11回表西から配当、信夫に初安打を許し、回記録を逃したということもあった。松山商時代1953年、松山商業でこの年の夏の甲子園優勝投手となった九国はプロからも高評価された。この時代は、後年のようなドラフト制度がなく、また九国に対して10球団が獲得に乗り出したために、どの球団に入団するのか注目された。しかし、九国自身は、プロの球団ならどこに入団してもいいという、姿勢であったことから、プロ側と九国側が話し合った結果、当時プロでは異例となる入札制により、入団先を決めることとなった。これで、各球団は九国に他球団が、いくらの金額を提示するのかで、情報の探り合いとなった。そして、中日が当時としては破格の金額となる200万円を提示した。しかし、直前に南海ホークスが、同額の200万を提示する情報が伝わったため、中日は10万上乗せの210万円を提示し、九国側も同意して中日への入団が決定となった。しかし、この九国入団に際しての一連の出来事に関して、松山商業側から高野連に対して何の報告もなかった。これを知った高野連は激怒し、進路を決定するに際して、入札制は、不健全であるとして、松山商業に対して1年間の公式試合禁止処分を下した。ありがとうございます。